どうも白黒の部屋です。今日はプロ野球チップス2024第1弾やっていきます。一応ねこれがね、今年の、2024年のね第1弾のプロ野球チップス最後の開封になりますね、2466箱と、プラス6個で、合計150個、150袋ね、開封していきます。今のところ成績がね、1回目の開封で、ワンボックス24袋で、スターカードが6枚で、2回目の開封の時にね、40袋で、6枚スターカードが出てる。で合計ね64分の12でねスターカードですね、5ぐらいの、そうやね、5分の1でスターカードが出てる。で今日の目標がね150袋あるけん、まあ、5枚に1枚スターカードが出るのは多分運がいい方やと思うよね。この間の40袋で6枚しか出てないけどね。そうそう、なので、今日の目標はね一応30枚スターカードを引くっちゅうことよね、で最後にサインがあるか確認するという感じでやっていきましょうかね、はい。で今日はね、またサインカードが出たら賞金100円をするんですけど、今日ちょっとまたルールを変えて、1枚目100円、2枚目200円、3枚目300円とこう倍チャンスでいこうかね。やったー、まあ最後なんでね、やったー、じゃあワンボックスずつ出していきますかね、うん、よいしょ、3箱目いきます。はい、はい、ちょっと全然規制に入ってない。で5箱目よいしょ、5箱目、6箱目、オッケー、やばい、これで150袋やね。じゃあポテチからね剥がしていく作業していきますかね。はーい、剥がすのも大変やね、これ。あと何袋ぐらい？まだあるな、だいぶ。まだだいぶあるわ。1人50袋、ノルマ1人50袋。どこもないね。あ？やばい、痛い。うわー！サッカーの？いや、違うやろ。あれ、3枚やばい。最後の1枚。いや、これが最後の1枚やね。はい。オッケーオッケー。150袋、剥がし忘れないですか？はい。じゃあ、開封していこうかね。はい。じゃあ、袋からね、出す作業に入っていこうかね。はい。まあ、いつも通りね、スターカードが出たら、このスリーブ、サインを見ないでね、置いとってくださいね。はい。じゃあ、お願いします。いや、3人でやればノルマ50枚、うん、破れちゃうのもあるけんね、すでにね、うん、これとか破れとった、やばやば、これもサインなかったらもうこうね、うん、こっちに、はい、ではいきます。オッケーオッケー、でもいきますか、普通にもうちょちょちょってやっていきますか、こう、サインが出たら言って、サインが出たらこっちで、スターカードが出たらでしょ、あ、そう、スターカードが出たらね、こっちに、サインは見たらいけませんよ、サインは見たらいけませんよ。よし、スターカード、スタロン・ケイタ選手、これはねもうスリーブに入れていこう。スターカードが出たらパパにねしてくださいよ、うん、スターカード、まだ今のところ1枚しかスターカード出てないぞこれ、うん、せーの、はい、お、スターカード、坂本選手、おお、いいよ、これはスリーブに、うん、お、タイトルフルダー、1枚がねスターカードやったら裏がもうスターカードってことないけん、もうスターカード出たらもうすぐスリーブに入れてください。あ、そっか、裏見ちゃうかもしれない。そう、うん、タイトルホールダーね、うん、オッケーオッケー、よし、できました。でここに入れますね、うん、はい、お、また坂本選手、また坂本選手、あ、出てた、バンバン出るやんけ、やった、これも、とりあえずこれ入れますね、これもスリーブに入れてください。見たらダメよ、サインで、今ね、則本選手のねスターカード、クロちゃん引いてね、これもスリーブ、サイン見ないで入れてください、うん、いいじゃん、いいじゃん、うん、どんどん出てるよ、どんどん出てるよ、いいよ、いいよ、じゃんじゃん出るじゃん、いいね、則本選手はねスターカード初ゲットやって嬉しいな、これサインあってほしいな、欲しいね、うん、いいね、バンバンいきましょう。お、スターカード、またや、また坂本隼人、
めっちゃ出るやんこれ坂本。いいねいいね。坂本選手ね、サインカードまだ持ってないけん、うん、出してください。坂本3枚目。おお、来た来た。辰巳涼介選手のスターカード出たけど、ね。あ、この間も出たよ。そうそう、辰巳涼介選手はね、もうあのサインカード持ってるのね。うん。スリーブにどんどんこれも入れてってください。え、結構出るくね。だ40枚ぐらいスリーブあるけん、多分スターカードはね、40枚も出らんと思う。うん。これ。いや今日今のところなんか引きがいい気がするんですけど、うん、結構出とるよ。結構出てるよ。見間違えるよね。スターカードを抜き出せるようにしてるから。英語を書いてるやつ。タイトルホルダーとちょっと似てるから。これも違う。これちょっとあれよね、うん。出しにくい。出しにくいよね。出しやすくね。はい。なんか映って綺麗でしょ。はい。おー、こんな。やばい。まだパパ1枚しか引けないよ。おー、ちょっと待って。おお、すごいすごい、クロちゃんがラッキーカード引きました。おお、通常版でラッキーカード引いたの初めてかも。え、すごい。ナイスナイス、いいよいいよ。クロちゃんいいね。いや今日暑いね、いいぜ、うん。一応ね、あのラッキーカードもね、あのスリーブに入れとこうかね。あ、いいよいいよ。うん、ラッキーカード今年ね2枚目ですね。はい。オッケーオッケー。やばい。今回村上入ってないの？村上入って、村上この間。出たけどね、サイン入ってなかったね。ああ、そうだね。佐々木朗希選手とね、厚尾が欲しいんやけどね。佐々木朗希選手と厚尾のサインが欲しいな、今回。お、近藤健介。近藤健介選手。山下俊平太選手ね。うん、やばい。出なくなったね。うん。でもまだたくさん最初出過ぎたかな。最初でついてもうダメって神様が言う。せーの。おっと、スターカード辰巳涼介選手、これもね、あの入れとこうかね。あ、タイトルホルダーだ。そうね、多分通常カードとタイトルホルダーはコンプリートしとると思うんやけどね。はい、オッケー。せーの。スリーブがどんどんなくなる。出てない。あー、出らんな。いや、これ出る気がする。本当。せーの。あー、出らんね。出らんね。出らんね。いや、これ出るわ、これ。あ、このな。あ、スターカード出た。お、出た。あ、誰？あ、今井達也選手、ね。今井達也選手。あ、多分出てないわ。あの、スターカードすら持ってなかったわ。今井達也選手。よし、入れまーす。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。サイン見たらダメよ。うん、見ない見ない。今井達也選手は初ゲットじゃないですか。うん。おーと、タイトルホルダー。あー、出るね。で、クロちゃんがスターカード、有原航平選手のね。うん、有原選手はね、もうあのサインカード持ってるよね。へぇ。しかも2枚出とるけんね。うん。見て。スターカード出らん。スターカードとタイトルホルダーがね、ちょっと似とるけんね。オッケーオッケー。スターカード止まった。 おー、佐々木朗希選手。マジ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 。すんなりポポンとこう出さんでくれ、びっくりするわ。佐々木朗希選手のスターカード、こう頼むぞ。これもうパパこれをね今回狙っとんのよ。スッと出したけどね、クロちゃん、これは今日ちょっと見どころできたよ。これマジか、マジか、マジか。頼むぞこれ。ドーバイス選手、いいね、これラッシュやで、ラッシュやで。うん、でもね、サイン見らんように。もうマジ頼むと、さっきの佐々木朗希選手マジでね。スターカード、おお、すごい、なんか、あ、すごいラッシュやね。辰巳涼介選手またスターカード出ました。いや、すごいね。いや、クロちゃん今ゾーンに入っとるよ。ゾーンに、いいよいいよ、いいぞいいぞ。お、スターカード、お、いいね。今井達也選手、ね、まただね。あとね、出てないのがね、オリックスの森友哉選手が出てないよね。へぇ、どのくらいいった？まだ半分ぐらい。半分。いや、でもね、もう佐々木朗希選手のスターカードがね、あの3位あるにしろないにしろね、今さっき出たけかなり満足しとる自分がおるわ。うん、いいね。あと厚尾やね、厚尾。これ最終チェックせんといけない。クロちゃんがね、タイトルホルダーと間違ってこっちにね、サイン、うん、あのスターカードをこっちにしとん時があるけどね。せーの、ドン。おお、大城、大城匠選手、大城匠選手引いたよ、スターカード。これもね、やべやべ
やべえ。結構出るね。ねえ、すげえよ、クロちゃん。めっちゃ出とるやん、クロちゃん。せーの、ドン。スターカード。お、またかい、マジで？お、誰？お、佐藤輝明選手。佐藤輝明選手のスターカード。出ましたね。これ、うん。スリーブに入れて。いい？せーの、ドン、スターカード。また？誰これ？あ、宮城選手ね。宮城選手のスターカード。ちょ、クロちゃん、ちょっとマジで。やばい。ゾーンに入っとるわ。ちょっとこれも入れて。はい、ちょっと待ってね。はい、やばい。お、あー、びっくりした。タイトル取れたかと。うん。スターカード。マジで？ちょっと待って。すっげえ、誰？これ松本。ちょっと出すぎやろ、これ、ちょっと。松本剛選手。いや、連続引きやねん、スターカード。まあ、4連チャンぐらいでスターカード出てね。すごいやん。いや、めっちゃスターカード出るやん、今日。ないね。今日は豊作じゃない？やばい。あれ？こないでしょ？だって、こないだ。いや、出らん。今日は運がいいよ。引っかかるけんね、カードが。カードが引っかかるけん。お、スターカード！出た。あ、中村晃選手。タイトルホルダーとね、間違えんようにしてくださいよ。で、カードを切らんようにしてくださいよ。うん、さっきクロちゃん大丈夫？佐々木朗希選手切ってね。マジで泣くよ、切れちゃった。お、スターカード！お、すごい。お、佐野啓太選手。で、これに入れます。え、待って、他人くだるくね、これ。もしかしたら。いや、はあ、そうやな。他人、いや、結構出るよ。40枚ぐらいあるけど、さすがに。あ、さすがに、まあ、足りるかもしれない。うん、ちょっとタイトルホルダーと間違わないように、パパが一番間違えるね。多分そこに置けるの俺やわ。そう、それタイトルホルダー。ちょっと見ていくわ。待って、タイトルホルダーずっと。タイトルホルダーは別に分けんでもいいんやけど。うん、分けてなかった。うん、ラッシュがすごかったな、さっきのちょっと震えるラッシュやな。クロちゃんラッシュ。ここさ。うん、いや別にタイトルホルダーは別に分けんでいいんで、スターカードだけでいいんで。お、スターカード出た。中村晃選手めっちゃ出るな。めっちゃ出るね。やばい、これ全然出らんわ、これパパ。マジで出らんわ。パパが一番出してないの？ちょっと待って、まだ1枚しか出してないぞ。もう20枚ぐらい開けとる気がするんやけど。これ、カード切りそう。ちょっと佐々木朗希選手引きたいなぁ、これパパも。あと、厚を。じゃあ今日はね、パパが厚を引いてあげる。うん。厚をっちってね、レジェンドカードっていうのがあるんよ。ああ、出らんな。スターカードマジで出らんくなったぞ。大丈夫か？これスターカード。ほんと？マジで？スターカードじゃなかった。いや、いつもやけどな。危険な。あ、これやわ、多分スターカードは。うん、頼む。それからキーカードだな、これは。引かしてくれ。あ、やべ、マジで出らん。はい。お、スターカード出た。出た。松本剛選手やね。いや、久しぶりのスターカードやね。うん。久しぶりのスターカード来ましたよ。あー、もうこれいくわ。これ。うん、いいね。この中に絶対スターカード入ってるんです。お、またスターカード。お、来た。誰？あ、佐藤輝明選手めっちゃ出るんやけどね。うん。まだスターカード、あの、サインカード出てないんだ。1枚も出てない。1枚も出てない。あ、でもカードはめっちゃ出るよ。めっちゃ出るな。おお、辰巳涼介選手もね、結構出る。そう、今日何枚目？辰巳涼介選手5枚ぐらい出たんじゃない？めっちゃ出とるよ。あれ、スリーブに入れていこう。誰、大城選手、大城選手のスターカード、クロちゃんがね今出しました。何型？スターカード。お、戸田選手ね、出たけどね。まだサインカード持ってないけど。うん。いいね。いや、だいぶ出たで。待って、今、スターカード。出た。いいよ。これは、あ、森下選手のスターカード。クロちゃん引きましたよ。ちょっとやばいな、クロちゃんめっちゃ引くやん、やっぱり今日。森下選手。これもね、サイン見ないでね。スターカード。マジで？すげえな。今日ちょっと MVP じゃない？クロちゃん。誰？佐野選手。うん、佐野選手のスターカード来ましたよ。皆さんサイン見ないように。サイン見たらダメで。うん、
それズル、うん、3位見たらズルよ。結構出た。今ねパパが3位見らんでスターカードをちょっと数えてみるね。今よっしゃ、これ私のだ。4人兄弟、絶対これスターカード入ってる、うん、今のところで出てるスターカードは1、2、3、4、5、6、7。マジでマジでまたスターカード出た。お、レンチャンやん。結構このぐらい出てますねスターカードがね、うん、ここ置いたか。あ、ないスリーブが。中村翔吾選手のスターカード。あ、スリーブない。オッケー、ちょっとスリーブ探してくるわ。うん、行ってらっしゃい。今ね、スリーブね、パパが探してきました。あのね、スターカードね、出たら、いいって出たー！出たー？お、田口和人選手。田口和人選手です。うわ、スターカード出た！佐藤輝明選手と、あとなんか田口和人選手。田口選手と？と佐藤選手。あ、そこ置いといて、ちょっとスリーブ探すわ。3枚出てます。すごいすごい。ない。あらららら、らこれでね、出るかわかりません。おぉ、出たんかい。あ、また田口選手。田口なんとか選手、和人選手。あ、ここ、スターカードここ。ここかい。じゃあ、どんどん出していきましょう。ドン。あー、出ないね。で、どっちともこれ？ね、たくさん出しちゃってサインカードたくさん出した方がいいよね。せーの、ドン。大阪の。また何？あ、中村選手。やばい、出ない。これさ、多分さ、スターカードだわ。せーの、ドン。あ、出た。スターカード好き。すごっ。あ、これスターカードかもしれない。あ、またスターカード。置いた。うん、置いた。え、これスターカードだと思います。スターカードだと思います、これも。はい、あ、違います。これスターカードだと思います。せーの、ドン。うわー、わー、よっ、則本貴弘選手です。パパがおらん間にこんなにスターカード出たよ。10枚ぐらい出たよ、スターカード。そうやろ。せーの、ドン。なんでちょっと予想外にちょっとスターカード出すぎやな、ちょっと。え、何枚ぐらい出たの？え、誰のスターカード？え、さすがに佐々木朗希選手は出てない。カツオ出てない。え、待って、見てなかったかも。え、多分出てなかった気がする。ちょっと出た分は、そのスターカード。え、則本選手、細川選手、戸郷田選手、中村選手、田口選手、で中村翔吾選手、佐藤輝明選手。いや、すごい、めっちゃ出たるやん。ドン、うん、あ、出た。お、それ、何これ、誰？ちょっと待って、やったー、森友哉選手来ちゃうやん。ナイスナイス、これサインくれー。これ初めてスターカード出たわ。嬉しい嬉しい。でもスリーブが足りんのよ。マジかー。何枚出てる？ 1、2、3、4、5、6、7、9 枚です。いや、パパがいない間に9枚出ました。すごすごすぎる。ちょっとスリーブ探すわ。あったんやね、スリーブ。オッケーオッケー。はい、じゃあ1枚ずつこれも入れてください。え、でも今全部終わった？これで終わったよ。マジで？ちょっと片付けしながら、すぐスリーブ入れちゃって。はい。サイン見たらダメよ。うん、見ない見ない。すげえ量のスターカード出たね。ね、これちょっとすごいよ。こんなに出たと思わんかった、うん。そう、ちょうどいい。ラッキーカードも出とるしね。うん、最後チェックせないけん、これスターカード出てねえよな。クロちゃん間違ってタイトルホルダーと。はい、できました、全部できました。とりあえずこっちにやっとる可能性大で、はい。うわー、ちょっと何枚あるか数えてみよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、
41、22、23、24、25、26、27、31、32、34、35、36、37枚。おお、すごい。40枚ぐらい出てます、うん。目標はね、軽く突破したね。うん。いや、ここまで出てくると思わなかったね。途中でスリーブが足りなくなって探しに行くっちゅうね。うん。いや、よかったよかった。じゃあ見ていこうかね。いや、でもこの中にサインが1枚も入ってないとか可能性もあるかも。いや、それはさすがになかろう。何かしら入っとるやろ。まあ1枚ぐらいはね。うん、ちょっと並べてみようか。うん。出すごとにどんどん1回目100円、2回目200円って増えていくよな。楽しみやわ。待って、これ今から置く。ちょっとどけて、これ3位未来より並べていこう。見ない。いや、見ない。あ、佐々木朗希選手どこに置く？真ん中。佐々木朗希選手はね、最後見よっか。うん、最後見るけん、一番上の方に分かった、置いておこうかな。佐々木朗希選手は最後見たいね、やっぱり、うん、サインがあるにしろないにしろね、今年やっぱ狙っとったけんね。これがね、今日開封したね、あのプロ野球チップスのカードの数です、ね。ドサッとあります。とんでもない。150袋で大体このぐらいですね。手が。すごいすごい。うん、一応ね、最後、あの、スターカードがね、混ざってないからチェックしたんですけどね、入ってなかった、ね。入ってなかったね。オッケーオッケー。じゃあ、お待ちかねのね、サインカードあるか見ていきましょうかね。さっきからずっと狙ってるやつがあるんよ。何？なんかさ、じーっと見せんがこっちに行くんよ。松本剛選手。ちょっとこれやってみようかなって。マジで。なんか見とるんやね。違うよ。いや、ちょっと待って、まだ。これね、ルールを説明します。はい。一応ね、37枚あるんで、うん、割り切れんやろ、2人ずつはぐったら。うん。だから、佐々木朗希選手を、もう最後、パパがやります。うん。うん、最後に、パパ。はい。うん。まあ、サイン入っとるにしろ、ないにしろね。今年やっぱ狙っとった目玉のね、うん、まあ、パパの選手なんで。うん、最初、先行どっちにします？はい。じゃあ、シロちゃん先行で、高校クロちゃんでいきます、はい、で1枚目サインカード100円、うん、2枚目200円3枚目300円4枚目400円でね、ランクアップしていくんでね。やった。じゃあ10枚目1000円。10枚目やったら1枚ですね。そう、10枚目やったら1枚1000円。やっ、だからランクアップ。でも10枚も入っとるわけねえけ。まあ確かに、ね、入っとっても多分5枚入っとけばいい方じゃない。37枚あるけどね。うん、 OK。 じゃあやっていきますかね。これにする。こっちにしよっかな。どっちにしよっかな。こっちかこっちにする。じゃあこっちにしよう。じゃあ松本剛選手いきます。シロちゃん、初手松本剛選手。3、2、1、GO。どうしたん、松本剛選手こう狙っとったり。なんかあるかと思った。そうなんや。これフィーリングがあったよね。辰巳涼介選手。うん、私はこれ。オッケーオッケー。辰巳選手、クロちゃん辰巳選手やね。うん、じゃあこれ出したやつ。うん、オッケー。いきます。うん。口開けて。じゃあ、2手目、クロちゃん辰巳涼介選手お願いします。せーの。自分で辰巳涼介選手引き寄ったもんな。あ、確かに。まあいいや、オッケー、100円ゲットですね。はい。オッケー。イエイ。じゃあ、いいよ。オレンジの大城選手。オレンジの大城選手いきますか。オッケー、オレンジの大城選手。大城選手じゃない。ジャイアンツのオレンジ。じゃあ、ジャイアンツの坂本選手。坂本選手、お願いします。いきます。せーの、ほい。坂本選手欲しかったな。いやでも何枚か出てなかった、うん、何枚か出てたよ。いや1枚ぐらい欲しいね。オッケーオッケー。じゃあ私これするわ。誰これ。なんかクロちゃんまた引きそうやな。いや、クロちゃんインチキしとる説が。オッケー。サイン、これサインカードやったらちょっと怪しいよな。うん、せーいきます。せーの、ドン。オッケーオッケー。じゃあ私ね、じゃあこれしていい？誰？
佐々木朗希選手はダメで、うん、これ、では、中村翔吾選手、中村翔吾選手サインカードあるかどうかお願いします。せーの、出る。あ、違うわ。ないね、いやないね、これはそんな簡単にないわ。うん、うん、オッケーオッケー。ちょっと、じゃあ、しのちゃん4手目やね。佐藤輝明選手いこうか。佐藤輝明選手はね、スターカードたくさん出てるんやけどね、うん、未だサインカード持ってないんで、お願いします。せーの、ほい。あー、ああないね。あー、じゃあ、クロちゃん5手目、お願いします。はい、これ、これ。もう、ポンって決めるね。なんか出そう。いいんかい、それで。うん、佐野啓太選手、サインカードがあるかどうか、お願いします。せーの、ドン。あー、ない。ないです。そんなにいくね、あんた。うん、ちょっともう一枚佐藤輝明選手いってみようかな。佐藤輝明選手、じゃあ佐藤輝明選手狙うね、タイガース狙っていくね。じゃあいきます。いい、うん、せーの、いい、いきます、うん、せーの、ほい。あー、あー、出ない。いやー、佐藤輝出らんね、サインカードがね。うん、じゃあクロちゃんお願いします。どれ、坂本選手いくの？うん、オッケーオッケー、お願いします。サイン、あ、坂本選手はね、サインカードまだ持ってないけど、お願いします。せーの、うん、おー、素晴らしい。クロちゃんが2枚目のサインゲットで300円、100円と200円で300円ゲットですね。やばいな、シロ、うん、ちゃんやばいぞ、出てないぞ、出てない、1枚目。オッケーオッケー、いいよ、坂本選手サインカードゲットですね。イエス、いいよいいよ。今のところサインカード2枚出てるけど、全部クロちゃんがゲットしてます。はい、じゃあ辰巳涼介選手いきます。辰巳涼介選手はね、サインカード出てますけど、お願いします。3、2、1、GO。 おー、だ、出てないか、出てない。あー、なんか見つかっただけ出たと思った。あー、あ、辰巳涼介選手サインなしですね。はい、 OK。 じゃあクロちゃんお願いします。はい、クロちゃんは、堂林選手はね、まだあのスターカード出てなかったけんね、うん、これあのサインカードお願いします。せーの、ドン。あー、出てないね、うん、いやー、連続で出てないね。はい、もう何手目か忘れたけど、シロちゃんですね。これ、床田選手はね、まだサインカード持ってません。お願いします。せーの、ドイ。あー、狙うねー。やばい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 、出てない。今のところまだサインが2枚しか出てない、うん、じゃあ私これにしよっかな。ほんとアレンジで、アレンジって何？床田選手お願いします。せーの、ドン。あー、出てない。連続で床田選手外していく。ちょっと佐野啓太選手いきます。佐野啓太選手いきますか。はい、佐野啓太選手サインがあるかお願いします。せーの、おい。あー、ないねー。やばい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 、出らんくなったな。やばい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 、誰にする、誰にする、え、誰？佐藤選手、佐藤輝明選手、佐藤輝明選手お願いします。せーの、ドン。あー、1枚ぐらいな、佐藤輝欲しかったな。じゃあちょっと私がさ、アレンジでやったやん、そういうやつも出らんかったけんさ、タイガースはね、もうだいぶ引いたよ。今度今井選手。今井選手、西武ライオンズ今井選手お願いします。3、2、1、GO。あー、ない。ない。なんで？やばいやばい。しのちゃん今日不調やね。うん、はあ、じゃあクロちゃん。なんかこれだわ。え、誰？則本選手。則本選手出そうやな。則本選手出そうな気もするな。せーの。ゴー。おー。これちょっと分散してくれんとって、バイバイチャンスで高くなんか2人で企んでねえやろな。最後にパパにもらおうって100円200円300円で600円ですね。イエーイ、すごい連続。いや、バイバイ、これ全部クロちゃん引いたらとんでもないこと金額になるよ、ね、やばいやばい。いや、もうガチやけんで、ね、これもいや、ちょっと辰巳涼介選手もいきます。白熱しとるよ。で、辰巳涼介選手いくね、うん、オッケーオッケー。辰巳涼介選手サインがあるかお願いします。せーの、ほい。あー、いや、いや、インチキしてねえよな。オッケーオッケー、いいよ、これいく。え、誰？え、森友哉選手サインがあるか。これ多分ないと思うよ。本当に見とるんやねえやろな。いや、見てないって言われて。いいよ、せーの、ドン。あー、ないっすね。森友哉選手欲しかったな、サインね。あ、ちょっと中村選手いくわ。いい、うん、オッケーオッケー。スターカード外れちゃったけんね、森選手。うん、うん、じゃあ、シロちゃん
もう何手目かね、分からんけど。これいきます。中村晃選手はね、今回初ゲットやったんだけど、結構出たよね。うん。OKOK、ソフトバンク中村選手、お願いします。せーの。おー、これじゃあどれする？これ。辰巳涼介選手か。辰巳涼介選手は今回何枚も出とるもんね。うん、じゃあお願いします。せーの、どん。ああ、なしですね。辰巳涼介選手なしですね。はい。どんどん少なくなってきようね。どれいく？これ。じゃあヤクルトスワローズ田口和人選手やね。お願いします。うん、せーの、どん。ああ、ない。ないな。ああ。オッケーオッケー。じゃあ黒ちゃんですね。これいく。どれ？これ。お、今井選手。今井選手やね。西武ライオンズ今井選手お願いします。せーの、ドン。あー、ないね。いやー、キラキラしてるけどね、ちょっとドキッとするよね、うん、一瞬ね。うん。いやー、ここまで来ましたね。うん、あと残り2、4、ロー、ハーと12、13枚、うん。佐々木朗希選手がね、割り切れんけん、これはパパがやります。はい。お願いします。これ。松本剛選手。お願いします。松本剛選手はね、もう1枚サインカード持ってるけどね、うん、いきます、うん、せーの、ほい、あー、ないね、出らんくなったね、サインが。これじゃあ何いきます。坂本選手お願いします。せーの、どん、あー、ないね、なしですね、坂本選手もね。うん、じゃあ白ちゃんお願いします。どれする？これ誰？細川選手ですね。中日の細川選手お願いします。細川選手何気にスターカード初めてやったんやないかな。うん、オッケー、せーの、ほい、あー、なしか。細川選手なしですね。欲しかったな、55、かっこいいね、番号が ね。オッケー、これ誰？これ有原選手はね、もうスターカード、あのサインカード持ってるけど、お願いします。せーの、ドン、あー、なしやね、有原選手。オッケー、うん、じゃあシロちゃんお願いします。これ則本選手サインあるかどうかお願いします。せーの、ほい、あってたじゃない。則本選手なしですね。ないね。オッケーオッケー。でこれいけるかな。誰？佐野圭太選手クロちゃんお願いします。せーの、ドン、あー、なし、やばいやばいやばい、なくなってきよるね。今のところね、サインカード4枚しか出てないぞ。うん、やばいやばい。いや、どんどん数が少なくなってきますよ。じゃあ、シロちゃん、お願いします。そろそろ出しとこうぜ。唯一のオレンジ、これにする。オレンジ、巨人やね。巨人の、大城拓海選手。お願いします。せーの。おい、よっしゃ、サイン、これで300円ゲットです。300円ゲットやね。100円と200円で300円ゲットですね。イエイ。オッケーオッケー、ランクアップしてますよ。へえ。いいよ。うん。私さ、今のところね、5枚。これかこれ狙ってる。どれ？これかこれ。森下選手か、有原選手。どっちにしますか？あ、もうこれにしようかな。森下選手？なんか出そうやね、クロちゃん。森下選手サインカードあるかどうかお願いします。なさそうなんです。せーの。おお、あった、あるやん。いや、プロちゃんめっちゃ引くな。うん、4枚目のサインカードが1000円。100円、200円、300円、400円で合計1000円ゲットですね。やっとすごい、賞金がどんどん上がっていくよ。プロちゃんすげー。オッケーオッケー、ナイスナイス。次引いたら1500円か。そう、やべ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 。じゃあ、シロちゃんお願いします。残り、佐々木朗希選手抜いたら4枚券ね。あと2回チャレンジできる。中村翔吾選手でいいですか？はい、いきます、うん、せーの、ほい、あー、なしか、ないなしか。オッケーオッケー、なし。今のところね、サインカードは6枚も出てる。いや、6枚出ると思わなかった、ね、これかな。誰？次になってたやつだ。誰？田口選手か。うん、田口勝選手お願いします。さっき出たっけ、田口選手サインカードは。あ、出てないね。出てない。せーの、ドン、あー、なしですね。オッケーオッケー。じゃあ、残すところね、3枚ですけど、どちらにします？2択ですね。これ有原選手か中村選手。有原選手にします。有原選手にしますか？うん、オッケーオッケー。いいよ。いきます。せーの、ドン、あー、なしか。
なしですね、うん、ということは、シロちゃんは賞金300円ゲット。 OKOK、これいこっかな。これちょっと怖えな。ちょっと待って、クロちゃん今何もっけ。1000円で経費が1500円。やべ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 、5枚目500円か、うん、やべ、ちょっとサインカードなくてもいい。なくてもいい。 OKOK いいよ、せーのドン。クロちゃんはね、合計賞金、1000円ゲットですね。はい、よしよし、じゃあ行きますかね。お待ちかねの佐々木朗希選手行きましょうかね。はい、じゃあそれはねパパが見ていこうか。はい、やそうです。怖いなこれ。では最後行きますかね。朗希くん頼むよ。よっしゃ、頼む頼む、朗希くんお願いします。これがね、泣いても笑ってもこれが最後ですね。今回214袋をね開封してね、1枚しか、佐々木朗希選手出ませんでしたね。はい、頼むよ、今回のね、プレイ級チップス2024、第1弾、はい、最後ね締めくくるのはやはりこの選手ですね。はい、せー、あ怖いな、大丈夫、ちょっと怖いな、もうなかったらマジショックやな。頼むぞ、せーの、おお、マジ？ある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 、マジかよ、あったぜ、サインカード、ほらすごい、すごい、よかったね、いやーやったいやー214袋で1万しか出らんかったね。朗希選手出ましたね。いやーよかったよかった、嬉しいね。今年もね、2年連続ね、あの佐々木選手のね、あのサインカード出ましたね、はい、去年もね一応出たじゃんね。いやー嬉しい、よかった。一応ねこれでね、今年の2024年のねプロ野球チップス第1弾のね開封動画は、終わりになります。で次回はね、7月頃にバンダイさんの方からね、リフォルメーションじゃなくてリフォルメ化したね、こういったカードがねまた出るんよね。ただね、あのチップスじゃなくて柿の種なんだよね。いいね、うん、それもね楽しみですね。今度7月に開封しますんでね、よかったらそちらの方もご視聴お願いします。はい、で第2弾はね確か8月9月ぐらいかな、ぐらいにねまた出るんでね、そちらもね、開封動画出しますんで、ぜひご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。では今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。バイバーイ、 バイバーイ、ありがとう。絶対見てくれよな。